魔女です。で、これがですね、大人になって社会に出るとなかなか人から肯定してもらえないんですよ。まあそうですね。なぜかというと大人だから。大人はある一定の水準ができているものが前提なので、みんなできないところばかりに目が行きがち。俺本当は褒めてもらいたいのになぁなんていう経験皆さんにもあるかと思います。ね。傷ついた、特に傷ついちゃった時なんかは、自分で自分、俺ちゃんとやってるよって思うよりも、人から肯定された方が癒されるかなってこともあるんじゃないでしょうか。大人は肯定してくれる言葉に飢えてると、まあまあまあ、まあ、極論で言えばね。何この後、アムウェイでも始まるの？あ、帰りにあの買ってもらいたい。で、問題なんですが、どんな言葉で肯定されたいかと。例えばですけど、これはあくまで例えばですけど、美しい女性に、デイムさんってかっこいいんですよ、ね、だとか、デイムさんって面白いですよ、ね、とか言われて、嬉しいけど癒されはしない。ああ、そうなの？え、そうなの？多分そこは、今、現時点でそのポイントに傷ついてないからです。ああ、なるほど。本日紹介するのは、うん、私にドンピシャだお前かい皆さんにも効果があればいいですねというこのあたりがクソプレゼン。あー、そこいいですね、そこいいですね、はい、あー、待ってこれいい今日にぴったり、なんなら目線入りで、あー、目線もください、はい、チーズいい顔だ。まあ、私の場合なんですけれども、これはもうちょっと込み入った私の話になります。今日はこれを聞いて帰ったら皆さん墓場まで持っていきたいと思っていて。え、公開するんでしょ、あとあ、しないんですオンライン墓場に公開です。今回はい、それだけ構わないです。まあ、ゆくらしてもいいですよ、ね、明日学校、職場行ってみんなに言ってもらっても構わないです。日曜日ですでですね、私なんです、周りにテイムさんがさって誰も知らん昔から男の子が好きそうなものっていうのに興味が薄いっていうのが少々ありまして、例えば野球とかサッカーといったプロスポーツは、プロスポーツ見るのも特に興味ないし、自分でやるのも別に。ああそうね。あと車とかバイクとかいったちょっとそういう乗り物とかは、機能とか性能要件、要は私はここからここに移動したいんだってことさえ満たしてくれれば別に見てくれる。必要最低限のってやつか。そこは特に感じてなかったです。あとはロボットとかメカとかもそういうアニメがあっても話が面白いかどうかしか気にならないので、ロボットとかメカが出なくても別にどっちでもいいや。車が同じだね。なので、まあ、そういうのを自分で感じていて、世の中の男の子ってこういうものが好きだよねっていうものがなんとなく苦手であり、なんとなく自分ではコンプレックスに感じていたような同調だからみたいな、そういう固定観念がちょっと俺の好みを勝手に決めてほしくない好きなものぐらい自分で決めます、うんうん、だからこれは皆さんも分かってると思います。で、まあ、これは結構昔小学校ぐらいの時からだったんですけど、まあ、勝手にひねくれて勝手に傷ついていた時もあったかもしれません実はまあ大人に、まあ、あまり変わってなく、好きなものは自分が好きなものって選んでるんだけど、でも世の中の男性陣はきっとこういうのが好きなんだよなみたいなのに未だに興味がないのは、まあ負い目までは感じてないですけど、自分でこれがいいのだと、まあただ大人になってからは俺はこれでいいんだなと考えることがごく自然なことになってはいたんですが、そこにいやいやあなたそれでいいですよ、あなたそのままでいいですよって肯定してくれる言葉が現れたんですよ。ほう、私を肯定したもの、うん、あ、私を肯定した2回言わない2回で2回とそれはある一曲の歌でした。その歌は、ね、まあ、自分で考えたことの全てを肯定してくれているような歌でした。それを一人の教育者が歌っている。人を育てる職業の教育者が自己肯定感の歌を歌う、うん、自己肯定感を育む歌を歌う、最強じゃないですか、ね、で私はもうその曲にどっぷりのめり込んでしまい、今回紹介したいなと、だいぶ引っ張ってまいりましたが、今回は曲の紹介です、
私が伝えたい素晴らしい伝えたい曲はパニックラビリンス。ごめんごめん、そこから分かる。お前迷宮関係ねえだろ。だってラビリンス、ラビリンスはね迷宮ですからね。ごめんなさい、これ分からない。それ俺にそういう曲を作れってことだね。いや、まあまあまあ、今ちょっと聞いて。もうとにかく今日はこの曲で紹介するラビリンス。これ分からん、これ、まあ、分からないけど、とりあえず俺は観音さんまで行くよ、経過の。あ、ほら、カメラおかしくなった。さすが安住先生。で、まずこの曲に対する前提知識、まあ、前提知識というか私が持ってる前提知識なんですけども、プリパラというアニメの曲らしいです。らしいなんだ。で、歌ってるのは安住先生と呼ばれる学校の先生らしいです。またなるほどね。で、語尾にダヴィンチとかつけちゃういい意味での気違いらしいです。気違い言っちゃったよ、言っちゃったよ。まるで隠していいじゃん。で、私は本編が見たことないので。え、嘘。この歌しか知らないんです。なのに人生観を変えた。先生がこの歌を歌ってるというところにすごく魅力を感じています。でも大丈夫です。このプレゼンを聞いたら皆さんもきっとこの曲をiTunes できっとダウンロードしたくなる。洗脳行為来たよ。というわけでパニックラビリンスの歌詞を私による意訳を意訳怖いな含めて、紹介したいな。今回はそこがメインです。これがやりたくてプレゼンを企画しちゃいました。そうなのかよ。要は替え歌ね。替え歌じゃないんです。結構あの歌の歌詞が抽象的で何言ってるのかよく分かんないところもあるんですけど、まあ、それを踏まえて私がどういうふうにそれを俺を肯定してもらってると勇気づけられたのかというところを、戸田なんとかばりにもう誰かに聞いてもらいたくてこの場をわざわざ自分で作った。というわけでレッツプレイミュージック。ライティングイントロだけなの。新種生物、ムー大陸、オーパーツに虹の根っこは、虹と希望てんこ盛りでニヤニヤしちゃう、さあ筆を拝借。こちらが青い文字の部分が本当の歌詞、うん、で下の部分は私が勝手に解釈したこの歌詞の意味。おー、なるほど。で、まあ、新種生物、ムー大陸、オーパーツと世の中わけのわからないものだらけだけど、それを知ることが喜び、だからニヤニヤしちゃう。なるほど。さすが安住先生。終電しとけよ。新種生物アトム大陸さとオーパーツに虹の根っこは一度希望てんこ盛りで嬉しがさあ筆を拝借。はい、はい、すごいよ。鶏卵の順番を謎よ、人に聞くのやめて君が描いてみて、脳みそキャンパス5次元。意味が分からない。私の好きポイント、ここはレベル3です。人に聞くのやめて君が描いてみてっていう言い方がとても先生っぽい、うん、それがいい。で、これは私の意訳では、答えを他者に求めず自分で考えてみよう、うん、脳の可能性は無限である。この脳みそキャンパス5次元っていうのがもうそのままパニックラビリンスを意味しているのだと私は考えています。わかるわかる。わからない。めくるめくをめくらなくちゃ、脱日常で想像力で欠けた部分ちゃんと保管しましょう。両手両足心身体パレット万全装着でよ。分からない。いいぞ。これを私の意訳では、まあ、短いですけど、まあ、めくるめく、まあ、めくらなくちゃ、日々を漫然と過ごすことなかれ、いつでも戦闘姿勢で戦闘態勢であることを心がけなさい。上と下のいや、可能さ。突然三拍子になる。あそこへ行くアンドガール、ボイコット覚えよい、楽し
変わる世界の常識ですから、これはですね、良いですかね、誰かが作ったルールに疑問を感じたならボイコットすることも必要だと、うん、それを先生が言ってる、うん、もう好きレベル4 なんやで、それが常識になることだってあります。誰か頭の固い大人が作ったルールに縛られることなかれということを先生が言ってる。で、必要かどうかちゃんと自分で考えましょう、うん、なんか尾崎豊っぽくなったね。作家の人にちょっとメールしてみたいな、これな。この後ですね、さらにわけがわかんなくなる。はい、ツッテンパラピンコロリン、ツッテンパラピンコロリン、君と夢混ぜて、できた色どんな名前つける教えて、ハリーレパニックラビリンス、さらに考えた可能性は、もうね、これ本当にこじつけですね。ここはあんまり気にしなくてもいいです。まあ、とにかく脳の可能性は無限である。5次元だね、5次元、4次元のさらに上。あれはそういう意味だ、上の部分は。そうなので、とにかく自分の中にいろんな可能性があるから、そこにダイブする。入れパニックラビリンスというのは、その迷宮に勇気を出して飛び込んでみよう、人の意見に流されず自分で考えるというところに入ってみよう、という歌なんじゃないかな。私は勝手にそう思っております。感想が入り、2番に入るんですが、2番も行くんだ。2番も行きますね。2番の方が私は歌詞がもう好きで、うん、一番好きな癒されパワーワードはこの後に出てくる。で、ライン飛行、スタートゴールド、どちらでもない姿勢の重さ、あっちこっち君の陣地広げたら、はい、屈伸。なんで屈伸？まずは線を引いて陣地を描きます。で、これが何の陣地、何の線なのかは、この後講述させていただきます。私のアラモード、マジモード見せちゃう。ちょっとそこを無理やり邪魔しないで、やりたいことやる準備を。まあ、ここもですね、まあ、アラモードって何かというと、まあ、簡単に言うと自分のこだわりみたいなことを意味するんですけども、アラモードはマジモードでやること。自分のこだわりは本気で取り組む。うん、で、それをやろうとしているときに邪魔する人がいたら、そこはちょっと遠慮しがちだけど、そこは自分がやりたいことをやるためには、そこで遠慮しちゃダメだよ、うん、という、またこれも先生としてのいい言い方をしてると思いますよ。本当にね、学びたい。これ歌う時も大変だよ、俺。この後、まあ、怒涛の言葉ラッシュになるんですか。ここね、未来塗り絵、自由に、ご自由にどうぞ、でも使う道具は全部胸のときめきで作ることがルール、誰かに借りたり、それは意味がないんだ、ヴィンチ、そこが大事。好きレベルが6までいって、何のレベルが6なのか分からない。ないんだ、ヴィンチ。で、さっき引いた線、スタートゴールもない線、陣地広げたって言ったのが、実は未来塗り絵のことなんですよ。あれは自分の将来設計というふうに捉えてもらっても構わないです。自分がどんな自分になりたいのかという未来塗り絵を描いたら、塗り絵なんで色を塗らなきゃないんですよ。で、それは自分の夢と希望で塗らなきゃいけないのに、人の夢と希望でそこに色をつけられたら嫌じゃないですか。自分で色を塗って自分で考えて描いてちょうだいってことを先生として強く言っています。教わりたかったね。
当にもうこじつけがまた遊ぼい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 で、ボイルボイス、ボイント飛び出す、君にの物体質、脇をこちょぐりまくり笑かそう、うん、日本語で OK。 このボイルボイスというのが、まあ、ググっても出ないんですよ。スーザンボイルなんで私はスーザンボイルを言ってんのかなと思いました。あの人は知ってます？イギリスのなんかちょっとしたおばちゃんが大好きです。歌を歌ったら人気者になっちゃったへー。ただ YouTube で探すと大感動です、スーザンボイル。自分の夢と希望を持って夢を捨てずに、まあ、母親からの助言もあり、そういうなんかコンテストみたいに出てみたらもう素晴らしいですね、スタンディングオベーションを受けたみたいな経歴を持っている女性の方ですね。 CD3 枚持ってます。あ、そんなにも出てるんですね。で、まあそういう例もあるので遠慮せずに思い切ってやってみようと。ただ君の物体 X、 これはですね、自分を客観視することが必要なんじゃないかなと。たまにはで、まあ硬い表情をしていったらちょっと笑かすようなリラックスも必要なんじゃないかな。自分自身に対して客観的俯瞰的に見ようと。はい。はい。コッテンピンパラスポンだ。絶対ポンから。ひらめきはポンとストーン落ちたよ入れパニックラビス。ここはですね、まあ、非常に分からなかったんですが、まあ分からないんじゃねえかよ。いろいろ2時間ぐらい考えて、まあひらめきっていうのは手をポンと打つ、うん、あ、このポンが絶対ポン感のポンとポンと気持ちストーンのポンかな、うん、なので手をポンと打つようなひらめきは、ああ、おもう一回見ちゃったけど、はい、次これもう一個、はい、まあ、ひらめきっていうのは自分で考えないと出てこないもんなんで考えてねっていうことを言ってますそれはそうなんかな。私は知らねえよ。ただそのカラフルってじゃあどんなことを指してるのかなと思った時に、これは主観なんですよね、誰かが決めた、もしくは自分が感じるカラフル、人によってカラフルの定義はおそらく違うと思います。ただ世の中的にカラフルってこういう色だよねっていうようなステレオタイプにこの味見先生は惑わされていないんです。なんでこんな笑えるんやろ。ここだ、ここ枠線なんてはみ出しちゃうよね、適当にやりましょう、変な色でも面白いじゃない、うん、まあ、枠線っていうのは当然先ほどの未来塗り絵、自分で塗り絵を描いたんだけど、その枠線って別にはみ出したって構わないわ。で、力を抜いてその変な色ってさっき自分ですっとぼけだ、カラフルっていうのはステレオタイプだなって言っときつつ、自分でも変な色っていう言葉を使うんですよね、うん、だけど、それを面白いと認めてくれる人が、あ、君の色変だねって言われても、それでもいいじゃない、先生が言ってくれる、個性ですよね。そう、いいこと言った俺が言ったという、他者が認めないものは独自性があって面白いとも言える、まあ、とにかく、変な色っていう人の主観なんて気にすんだ、これが私の心を全開復活させたパワーワードでした。うん、だってこっからあとはもう流すよ。ドバッと。
すごいな。おお。年で曲をちょっと。お。じゃあ流しますか。あじゃあ YouTube の動画、YouTube の動画になるんじゃない？音を直接出さないと無理かな。YouTube の音は出ない。いや、スマホで YouTube 開けばいける。俺今、あ、ダメか。Google プレイでこの曲見つけたんだけど。iMac はネットにつながっ、あ、iMac は音つながってないから。音がつながってないんで、じゃあちょっと一旦これ終わった後に見てみましょう。うん、というわけで、とにかく全肯定してくれて、うん、いいかどうかは自分で決める。これはもう私にはこの、まあ、これも男女記述のピカソという歌なんですけども、これがとにかく昔から好きなワードで、した。まとめとして、まだある。まあこの曲がいかのようなメッセージを我々に伝えてくれています。自分の中には無限の可能性があります。かっこいいね。他者に惑わされず価値は自分で想像してください。しくじり先生のエンディングみたいな。でこれは常日頃自分の子供や会社の新人とか、まあ、自分の後を追ってくる者たちに伝えたいと思っていたことでした。まさに教育論の集大成。おぜひ皆さんも聞いてみていただきたい。素晴らしい。で、まあ、この後ちょっと映像つけて流してみたいと思いますので、で、おまけなんですが、他者との比較は自分自身を傷つけてしまうということはよくあるかと思います、かつて私も少数派であることに傷ついたことがありました。まあ、先ほどの、ね、男の子はみんな興味持ってるようなものに興味持ってないと。ただし、しかしその時も私を肯定してくれたものが私の少年時代に実はあったんですよ。決め組この、まあ、もうマイノリティの肯定と書いてますが、うん、彼らの生き様ですね、うんうん、彼らは世間的には落ちこぼれと呼ばれている5人組ですが、彼ら本人がそれを個性として受け入れている。パニックラビリンスには私がかつて決め組に感じたような、マイノリティの肯定を、いや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 、何かにつまずき自信をなくしたとき、まあ、あとは他の人が軽々とできてしまうようなことにが自分はできなかったような時にパニックラビリンスを聞きながら鬼面組を読んでみてお以上、ご清聴ありがとうございました。